おはようございます。パティシエル今日のおやつです。今日のおやつは桜ロールです。桜あんをたっぷり巻き込んだ美味しいロールケーキです。上には桜の塩漬けを乗せてみました。簡単なのでぜひ作ってみてください。あんこはコッタさんで購入しました。ちょっと固めだったので、まあ、絞ってもいいと思ったんですが、今回は棒状に整えていきたいと思います。ラップにあんこを開けて棒状に整えていきます。こちらはどれぐらい入れたいかにもよるので、ちょっと目安になるんですが、まあ、だいたい2センチから3センチぐらいですね。直径をそれぐらいにしていくといいと思います。27センチ角ぐらいのロール生地に 150g のあんこを使いました。こんな感じでラップにくるんで棒状に整えていきます。こちらは棒状に整えられたら冷凍庫で冷やしておきます。あんこはカチカチにはならないんですけど、少しは硬くなるのでロールに巻きやすくなります。こんな感じで長さを測ってちょうどいい長さにしていきましょう。ではロールケーキの生地を作っていきます。卵を割ってグラニュー糖を入れて泡立てていきます。泡立てる時なんですが、少し湯煎で温めていきます。だいたい温度は35度から40度ぐらいですね。それ以上に暖かくなってしまうと、卵が泡立てすぎてスカスカになってしまうので、熱々にはならないように気をつけてください。寒い日だと40度ぐらい、暖かい日だと35度ぐらいで十分だと思います。湯煎に当てるときは、沸いてる湯煎にそのままつけておくと卵が煮えちゃうことがあるので、一回沸かしたら火から下ろした湯煎につけて温めるといいです。温まったら代わりに牛乳とバターを湯煎に当てておきます。そして卵を泡立てていきます。最初はボウルを傾けて、ミキサーもこんな感じで傾けているとたっぷり早く泡立ちます。で、だんだん泡立ってくるとミキサーを動かさないと卵の液も動かなくなると思うので、ミキサーをしっかり動かしながら泡立てていきます。最初は高速ですね。ふわっと泡立って、こんな感じでしっかりこう8の字が書ける状態になってきます。ここでしっかり泡立てることが大切です。こうなったら、今度はちょっと今、キメが粗い泡が結構あると思うんですけど、これを潰していって、キメが整った綺麗な生地にしていきます。なので、最初は高速で泡立てていくんですけど、ここから低速に変えていきます。低速に変えたら、今度はミキサーはあんまり動かさずに、まあ、ボールをゆっくり回してあげるか、ミキサーをゆっくり動かしてあげるかして、大きい泡ができないように、丁寧に混ぜ合わせていきます。こんな感じでゆっくりミキサーを動かしてあげると、全部が均一に整った生地になっていきます。本当に滑らかでとっても綺麗ですよね。こんな感じで、ふわっと綺麗に整って滑らかな表面になったら OK です。粉を入れていきます。粉を入れる前に2回振るっておきましょう。そして半分に分けて入れていきます。こんな感じで、そこから返すようにして、左手ではボールを回して混ぜていきます。しっかりそこから返す感じですね。1回目は比較的早く混ざると思うので、混ざったら残りの粉も入れていきます。そしてしっかりとツヤが出るまで混ぜていきます。ここは100回ぐらい混ぜますかね。結構混ぜて大丈夫です。で、しっかり泡立っていれば、ここで一生懸命混ぜてもそんなに泡が潰れることはありません。こんな感じですね。ちゃんとツヤがあって、こう流していくとこう滑らかにタラタラーっと生地が流れていく感じですね。で、ちょっと待つと平らになっていくような感じです。こんな感じになっていれば OK です。ツヤがあって美味しそうな生地ですね。こうなったら、バターと牛乳を入れていきます。で、さっき湯煎に当ててたんですけど、牛乳とバターはここで50度から40度ぐらいですね。それ以上温かいとちょっと混ざりにくいですし、冷たいのも混ざりにくいので気をつけてください。一部の生地をこんな感じでゴムベラで混ぜて、バターと牛乳を伸ばしていきます。こうすることで、バターと牛乳って生地のところに入れるとドンと下に落っこっちゃったりして、ボウルの底に溜まっちゃったりするんですけど、それが防ぐことができます。しっかりと混ぜて、ゴムベラでこう受けながら、
生地の上に乗せていきます。そしてそこからまたすくい上げるように混ぜていきます。ここでは油が入っているので、いっぱい混ぜちゃうともうどんどん泡が死んでいっちゃうので、さっきみたいには混ぜないようにしてください。混ぜ方は一緒なんですけど、本当に混ざったら終わりっていう感じですね。こんな感じで、ツヤがしっかりと出て、綺麗にバターと牛乳が混ざれば OK です。ここでは本当に混ぜすぎないように気をつけてください。ここからどんどん泡が潰れていってしまうので、手早く型に流して伸ばしていきます。クッキングシートを敷いた鉄板に流していきます。これはロールケーキ用の鉄板でもいいですし、普通の鉄板でも OK です。分量が大きさによって違うので、計算して作ってみてください。今回はカードで生地を伸ばしていこうと思います。まずは四隅から伸ばしていきます。四隅に生地をこんな感じで詰めていくんですね。四隅まで生地が伸ばせたら、あとは一辺ずつカードで伸ばしていきます。ここでもあんまり長時間生地をねちねち触っていると、どんどん生地が死んでしまうので、ささっと伸ばせるようにしてください。でもできるだけ全部均一に伸びるといいですね。一度パンと生地にパンチをして、表面の大きい泡を消していきます。で、オーブンで焼いていきます。で、ここでオーブンの温度も結構重要で、しっかり高めの温度で焼くと、まあ、表面が綺麗に焼き固まって、剥がれにくくて綺麗になります。ここで温度が低かったりするとムラになったりとか、あとはパサパサに仕上がります。焼けたらすぐに鉄板から外して、で、端っこの紙を外しておきましょう。こうすることで焼き縮んでちっちゃくなるのを防ぐことができます。粗熱が取れたらラップに包んで冷ましておきましょう。こんな感じですごく肉厚で美味しい生地ができました。とってもきめ細かいですね。このまま食べても結構美味しいです。もしロールケーキに飾りなどしない場合はバニラなんかを入れて生地自体に香り付けをしてもいいですね。ぴったりふわふわの美味しいスポンジができました。ではクリームを詰めていきましょう。生クリームはしっかり固めに泡立てていきます。ここは好みなんですが、35% から 45% の生クリームの中で、まあ、脂っこくこってりしたのがいいか、さっぱりさせた方がいいのかっていうところで選んであげてください。ホイップクリームはしっかり泡立たないので、ロールケーキには不向きです。こんな感じでしっかり固めに泡立ててあげてください。必ず氷水に当てて作っていってくださいね。ロールケーキの生地が冷めたら大きめの紙の上に乗せていきます。で、紙は滑り止めなんかを下に敷いてあげるとロールケーキが巻きやすいです。で、生クリームをたっぷりと上に乗せて平らに伸ばしていきます。これは結構お好みの量っていうのもあるんですけど、今回は布地じゃなくって、ただぐるっとクリームを包むような形にするので、かなりクリームたっぷりめで包んでいきます。で、伸ばすときは手前の部分と閉じ目の部分ですね。そこだけすごく薄くなるようにクリームを伸ばしていってください。ここでもできるだけ厚さが均一になるように伸ばすことが大切です。伸ばし終わったらあんこを平らに乗せていきます。そして巻きつけていきます。あんまり今回は布地に巻くわけじゃないんで芯とかそういうのはないんですけど、生地が結構分厚めなので優しくゆっくりと動かしてあげてください。ここでギュッと動かしたりすると生地が破けちゃうので少しずつ少しずつ奥に押していきます。そして一番奥まで行ったら、ここがちょっと結構一番割りやすいんで重要なんですけど、閉じ目が下になるようにして、そして紙でくるんでいきます。横から見るとこんな感じですね。閉じ目が下になるようにしていきます。そして、定規とかでギュッと押し付けて丸の形を整えてあげるといいですね。そして生クリームのはみ出しているところをきれいにゴムベラなどで平らにして整えておきます。できたら紙でしっかりとくるんで、ラップでもくるんで冷蔵庫で1日休ませます。
そして仕上げをしていきましょう。桜の塩漬けの塩を抜いていきます。一回はさっと洗って、その後水につけて10分から30分ぐらいですね。こちらは桜の塩気具合によるので、ちょっと味見をしながら自分の好みの味にしていってください。あんこもロールケーキも比較的甘いものなので、塩気が強めでも美味しいですね。時間を置いたら1本ずつ出して花びらを絞っていきます。こんな感じで広がった花びらをこうふわふわっと水の中で揺らしてから引っ張ってあげると、綺麗に花ができるだけいっぱい開いた状態になります。形を整えてしっかり水分を絞ってあげてください。桜の塩漬けって美味しいですよね。本当に桜あんパンとか本当にちっちゃい頃から大好きでよく食べてました。そしてとっても可愛いですよね。余ったあんこを上に絞るので裏ごしていきます。今回はモンブランの口金で絞るので、つまらないようにこしていきます。ちょっときめが細かいザルでこんな感じで上から押し付けていく感じですね。今回 100g あんこが余ってるので、それに生クリームを 20g 足して伸ばしていきたいと思います。こちらは絞れるくらいの硬さに泡立てていく感じですね。最初はゴムベラで伸ばしてあげてください。そしてゴムベラでしっかりと混ざって綺麗な滑らかな状態になったら、生クリームを泡立てていく感じですね。あんこを生クリームで伸ばすとピンク色が可愛いですね。全部こんな感じで生クリームに混ぜ込んじゃってもそれはそれで可愛いかもしれないですね。で、ロールケーキをカットしていきます。カットするときは包丁を温めると切りやすいです。湯煎で温めてもいいですし、ガスコンロに火をつけてそこで包丁を温めても大丈夫です。ここでしっかりとスライドさせながら切っていきます。できるだけまっすぐ切れるようにしていってください。包丁の先に重心を置くとまっすぐ切りやすいです。しっかり中身のあんこも綺麗に出てますね。生地が本当に分厚くてとっても美味しそうです。1日寝かせることで生地もかなりしっとりしてきますね。できたら先ほどのあんこクリームを絞っていきましょう。こちらは絞り袋に入れてお好みの感じで絞っていってください。もちろんモンブランの口金じゃなくて星口金で絞っても可愛いですし、お好みのデザインにしていってください。生クリームあんこで伸ばすと結構美味しいですよね。本当に生クリームとあんこって合うなと思います。できたら上にも桜の塩漬けを飾っていきます。本当にとっても可愛いですね。春らしくてとっても美味しそうな見た目に仕上がりました。最後までご覧いただきありがとうございました。しっとりふわふわなロールケーキ、こちらにたっぷりのあんこと生クリーム、春を感じる一品になりました。とっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。